今回はバックスイングの上げ方についてお話をします。スイングの指導となるバックスイングとても重要ですね。バックスイングを動きやすい手で上げてしまうといろんな方向に上がってしまいます。これではショットが安定しません。安定させるためのドリルとしてグリップを体につけます。この体についたグリップエンドを離さないようにバックスイングを上げていきます。バックスイングを安定させてナイスショットを打ちましょう。